今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は5773人で過去最多を更新しました感染が確認されたのは10歳未満から90代までの5773人です直近7日間の一日当たりの平均は4156人で前の週と比べて108.8%となっています 年代別では20代が最も多い1810人次いで30代が1189人で重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は203人でした重症の患者は前の日から9人増えて227人となりこちらも過去最多となりましたまた50代から90代の男女7人の死亡が確認されました